ウアイラはイタリアのパガーニアウトモビリが2011年に発表したハイパーカーである。パガーニウアイラウアイラのコックピット2010年に生産を終了したパガーニゾンナの後継機として発表された。100台のみの限定生産。社名はケチュア語で風を意味し、南米の先住民族が信仰する神の名でもある。ゾンナと同様に AMGCV 型12、 気筒エンジンを搭載し、さらにツインターボによる下級がある。トランスミッションは近年高級スポーツカーにおいて主流となっているデュアルクラッチ式ではなく7足シーケンシャルである。ドアはゾンダと異なり、ベンツ 300SL のようなルーフ部分にヒンジがあるガルウィングドアである。モノコックフレームはカーボンとチタンを組み合わせた新開発のものである。車体の前後部には 合計4枚の可変フラップがあり、空力性能の調節やエアブレーキの機能を持つ。タイヤはピレリ製の専用のものである。イグニッションキーは同社のミニチュアをかたどっており、中央から2つに分けて使う。片方は鍵で、もう一方のパーツは車載オーディオに対応した USB スティックである。また、スピードメーターは時速 415km まで刻まれている。 最大出力 730PS、5000rpm、最大トルク1000ナノメートル、3500rpm を発生、パワーウェイトレシオは 1.85kg、PS である。0時速 100km 加速は3.2秒、最高速度は時速 370km 飛ぶ12エンジン、搭載スポーツカーではトップクラス性能を持つ。ウアイラ 730S ウアイラ。 bc ロードスター輸入車販売店のビンゴスポーツがパガーニの正規ティーラーになっているため保証付きで購入できる。2019年からは都内を中心にハイエンド、高級車15ブランドを取り扱うスカイグループがパガーニの正規ティーラーに加わり、神戸にショールームを構えている。2021年からはスカイグループが国内で唯一となるパガーニ製車両の 正規輸入と販売整備を実施しており、神戸のショールームに加えて、東京の品川にショールーム付きの整備工場を構えている。2011年8月、アメリカ高速道路交通安全局は、ウアイラのエアバッグが国の基準を満たしていないものとして、アメリカでの本機の販売を許可しないと発表した。パガーニ側は、少量の台数を輸入するメーカーに対して、 エアバッグの基準適用を免除する特例措置を申請したが、んつえはそれを却下した。これを受けてパガーニは400万ユーロをかけてエアバッグの改良を行い、アメリカでの販売は2013年からに延期された。ありがとうございます。